マイク大丈夫でしょうか。はい。ご紹介いただきましてどうもありがとうございます。アイロストの研究機構長をしております高島と申します。本日はこのアイロスト主催のシンポジウムに、ご参加いただきまして本当にありがとうございます。で、このアイロストですけれども、まだちょっと馴染みがない方もおられるかもしれませんので、私の方からまずシンポジウムを始める前に、このアイロストの紹介をちょっと10分ほど時間いただきまして、紹介させていただきます。先ほどからアイロストと言っておりますけれども、このアイロストはですね、ここにありますように、この機構の英語名であります、インターナショナル・リサーチ・オーガニゼーション・フォー・アドバンス・サイエンス・アンド・テクノロジーというのの、ちょうどこの最初の文字をですね、これを取って、アイロストというふうに、呼んでおります。これで、私の前の機構長の、檜山先生がこの名前を、付けられまして、まあ、非常にちょっと語呂がいいというか、まあ、非常にということになってますけども、外国人によっては、これ、アイローストで、私が何かをローストするということで、これ目的語がないもんで、何をローストするんだってよく、What do you ローストですね。っていうのが聞かれるのがもう定番なんです。私、これに対してどう答えていいのか、まだ回答が得てませんので、もし何か皆さん方からちょっといいアイデアがありましたら、ちょっと教えていただきたいというふうに思っております。まず、最初に設立の経緯からちょっと説明させていただきますと、本学、研究大学強化促進事業、これに採択されまして、ちょうど10年間のプロジェクトで、ちょうど昨年度終わったところですが、これに基づきまして、学内の3つの系ですね、生命科学系、自然科学系、人文社会科学系に、それぞれ、国際共同研究拠点というのが設けられまして、それが発展するような形で、自然科学系、いわゆる理工系におきましては、この、先端科学技術研究機構、アイロストが設置されました。で、これ、設置は2016年でございまして、ちょうど1フェーズがちょうど、中期目標計画期間と同じ、ちょうど6年にしておりますので、ちょうど21年に第1フェーズが終了して、第2フェーズとして2022年から開始しております。ちょうど今、第2フェーズにあるということに、なります。それで、まあ、第1フェーズ、第2フェーズでちょっとコンセプトを変えたんですけども、下に、まあ、底流に流れているものはすべて、同じでして、まあ、通奏低音みたいな形で流れているのが、ここに書いてある2つの、考えです。で、一つは、ここに書いてあるの、国際異分野融合競争。これが一つのキーワード的に書いておりますが、これ3つありまして、まあ、国際競争による研究の高度化を行う。もう一つは若手育成でございます。で、この、国際異分野融合競争ですけども、どういったことをやってるかというと、まず一つは、世界の第一線で活躍している、まあ、著名な研究者をですね、卓越教授としてクロスアポイントメントで、雇用いたしまして、国際共同研究の推進を行う、高度化を行うということです。まあ、この研究も、いわゆる、単なる共同研究ではなくて、熊本大学はいろんな強い分野ありますけど、やっぱりどうしても欠けてる部分、弱い部分があると。で、そこを補うような形で、行う。まあ、相互補完型って書いてありますけども、そうするとちょうどパズルのピースが一つ加わって、一つの研究の領域が確立できるというような形での、国際共同研究を進めていると。それとあと、まあ、この卓越教授の先生方に大学院生の教育とか、あるいは研究指導に携わっていただくことで、まあ、熊本大学にいながらにして留学体験もできると。また、まあ、このようなシンポジウムですね、セミナー、ワークショップを実施してもらっております。あと、国際共同研究ネットワークの強化、これがまあ非常に重要になってくるわけですけれども、学内、理工系の中にリサーチクラスターと呼ばれる研究グループ、共同研究グループを設けて、これで支援することによって推進しております。また、客員教授制度、まあ、これは当たり前のことですけど、客員教授制度も実施しておりまして、各種研究者を要請し、招聘しております。あと、外国人限定のポスドクですね、これを今、やっておりまして、これ、出身国の大学との連携を強化するとともに、この優秀なポスドクの方は、この外国人教員へ登用すると、そういったような道筋もつけるということで、行っております。あと、まあ、当たり前のことですけど、オープンラボを整備して、あと、最近、いわゆる広報関係も重要なので、国際展示会ですね、いわゆる国際的な展示会への出展を、積極的に行っているところです。あと、若手の育成でございますけれども、これは将来、熊本大学を先導し、まあ、国際的に活躍できる若手人材の育成ということで、独自のテニアトラック制度を、運用しています。特に、キーワードが強いのが国際ですね、国際関係に強い人材育成ということで、これを行っております。それと、あと、国際頭脳循環ということで、若手の理工系の若手の研究者の海外派遣、それと、国際インターンシップ、これは、
本学の学生とか研究者を派遣するんじゃなくて、海外の大学から呼んでくる、学生を呼んでくる、若い研究者を呼んでくるという意味での、インターンシッププログラムでして、これ非常に成果がありまして、来た学生さんが本学の大学院の博士課程に進学してもらったり、あるいは教著の論文をもういくつも書いてもらったりしております。あとちょっとまあこれなんですけど、論文発表経費で、最近オープンアクセスのジャーナルが非常に投稿費が高くなっておりまして、これ若手の研究者の方が50万も70万もちょっと払えるわけがないので、そういったような形での、支援を行っております。あと将来が嘱望される自然科学系、理工系の若手研究者を発掘して、研究費を、支援しております。あと、ここには独自の表彰制度ですね。アイローストでの表彰制度というものも、設けまして、エンカーレッジしております。これが現在の、いわゆるアイローストに所属している教員、それほど大きな、組織ではありませんので、私、先ほどちょっと司会をされている副機構長のほかに、卓越教授の先生方が4名、テニアトラックの教員が4名、あと外国人のポスドクの研究員の方々が5名おられます。外国人教員研究者比率は約 80% ということになります。あとそれに加えましてですね、国際共同研究員ということで併任のにもなっていただいております。自然科学系の方からで、この方々10名おられますけども、これまでテニアトラック教員として在籍して、テニアの資格を得て自然科学系の教員になられた方、それとこれまで国際共同研究を積極的に推進してきた若手の研究者の方、そういう方をちょっと選抜しまして、いろんな支援を行っているところでございます。これは客員教授の先生方ですけども、客員教授の先生方も第2期フェーズ2に入りまして、ちょっと見直しを行いまして、数は減らしまして、ちょっとより国際共同研究が実施できる先生方を厳選しているというような状況です。あとアイロースト独自としてですね、国際共同研究協定も締結していまして、今まで17の機関と大学研究機関と協定を結んでおります。特にこのスペインの、バレンシア大学に海外ラブを設置しております。これは先ほどもちょっと説明しました国際共同研究グループ、我々はリサーチクラスターというふうに呼んでますけども、2つに分かれまして、今後本学を先導する若手のグループと、あともうすでに国際的に認知されている研究グループと、この2つに分かれて、もちろんこちらの方を重点的に支援しているわけですけれども、研究グループを組んでもらうと、主に2国間ではなくて非常に多国間での共同研究と、こういうものを進めていただいておりまして、理工系における国際共同研究の中心的な役割を、果たしていただいております。これで、一体どういう成果が出たんだという話になりますけれども、一番これは論文数です。論文数は順調に伸びておりまして、目標値を80に設定しておりますので、これは超えております。ただここら辺が落ち込んでいるのは、やはりコロナの影響でですね、どうしてもここの何年間かはどうしてもちょっと落ち気味になってます。で、これは国際協調、ちょっと見えませんけど、国際協調論文率でございまして、ターゲット 80% にしておりますけど、大体満足しているようなところで、大学全体が 35% ぐらいですので、非常に高い値にはなっております。で、これトップ 10% 論文率ですけれども、ターゲット 20%、非常にこれは意欲的な数値です。で、ただし、このトップ 10% 論文というのは、年とともに変わってきます。正確に言うと毎日でも変わってくる指標なんですけれども、例えば2022年の3月現在でこれ 12.5%、現在調べると、じゃなくて9月現在でもうすでに6ヶ月経った時点で 14.6%、ちょっと上がって、要するに論文の価値が確定するのに2、3年かかるということで、これまだどん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 これから上がってきて、この値に近づいていくのではないかというふうに期待はしております。この数値自体を見ると、国内の先端的研究機関ですね、WPI とか、あるいはナイステップでの、第一グループ大学ですか、4大学ありますけど、それよりも2引けを取らない成果になっております。特に、トップ 10% というのは、このグループでも 10% しかありませんので、それのよりもかなり高いということになります。それで先ほど、アイロストはちょうどフェーズ2、
第2期に入るという話をしましたけども、そこでどういうふうなことをちょっとやってるかというのをちょっとご説明させていただきます。で、第1フェーズはどちらかというとフォアキャスト型の、形で進めておりまして、まず最初に4つの研究重点領域を設定しておいて、それについて国際的な共同研究とかそういうものを支援するということで研究力を上げるというような方法で行ってきました。で、2022年からの第2フェーズはどちらかというとバックキャスト型への転換を行っておりまして、まず最初に、目指すべき将来像を決めておいて、それに対して、どういったような問題とか課題があるかというものを抽出します。そして、これを達成するのに必要な、科学技術要素は何であるかということをちょっと考えて、しかもこれが将来熊本大学を牽引できる研究でないといけないということと、あと研究領域はこういうふうに固定してしまいますと、どうしてもこの領域しかやらないというようなことになりますので、柔軟な対応ができる。特に最初も言いましたが、異文化や融合というのが非常にこう一つのポイントにしてますので、そういうのができるような形での、組織体というふうなことを、や研究体制ということを考えております。で、このじゃあ一体この解決が必要な社会課題って何があるんだということですけれども、一つはこの今問題になっています、いわゆる新型コロナウイルスの感染拡大ですね、世界的な規模での感染拡大、それとかあと気候変動、大規模自然災害、特に熊本は水害地震に加えて、今度は阿蘇の噴火もありますので、非常に自然災害というのには、に対応するのが重要になってくる。まず一人一人が安全安心で、健康に暮らせるウェルビーング社会の構築が必要であろうということで、それに対応できるような科学技術の開発を行いたいということで、目標をですね、こういうふうにちょっと設定しました。ウェルビーング社会の構築を目指した世界トップレベルでオンリーワンの国際競争型異分野融合研究と。で、これを達成するために、こういったようないろんな、分野として書いておりますけど、これはここに書いても融合ですけど、それぞれがすべて融合するような形で研究を進めていきたいということ。この考え方というのは、この科学、第6期の科学技術イノベーション基本計画ですね、これとも非常に合致しておりますし、今、今回新しい先生方、今採用してますけども、そのテニアトラックの先生方やポスドクの研究者の方々は、これに基づいた、このコンセプトに基づいて雇用を進めているところでございます。で、今日はですね、この中で、このレジリエンスの強化ですね、ここの部分をちょっと、この、発表、シンポジウムでの発表とさせていただきますが、ちょっと他のところもちょっと少しだけちょっと時間ちょっと過ぎて、ちょっと少しだけ紹介させてください。すみません。一つは、中島先生のやつなんですけど、マイクロナノ工学技術を用いた医療バイオ用デバイスということで、これ一つとしてこのポータブル型がん細胞検出デバイスというのがあって、これは一滴の血液からこのがん細胞を検出しようという研究でして、これいわゆるフィルターですね、これを使って、あと、いわゆる、抗体反応でか、抗原抗体反応、それを利用してがん細胞を捕捉すると、で、それを捕捉したやつを見るというような形になって、ここが動くんですね、ここが動くことによって、その血液を流したり、サイズを変えていろいろやったりとか、そういうことができるような形になっております。で、これはもうすでに実用化を目指した研究が今行っております。で、創発的研究事業にこれ採択されておりまして、本学の理工系から4件創発事業採択されていますが、そのうちの3件がアイロスト関連の研究と社ということになります。あと、国際展示会であります CTEC の2023でも展示いたしまして、小池さんが賞をも受賞されております。もう一つですけど、これは小林先生のウェアラブルなエコープローブによる生体イメージングということで、これは超音波検査です。皆様方、人間ドックに行くとこれやられるかと思いますけれども、これをいわゆるポータブルでウェアラブル、いわゆる、こういったようなやつがここに貼り付けただけで、いろんなこういったようなイメージングができるというような装置を開発、しているということです。で、これまだ大きいんですけど、これを今小型化する。で、これをやるのに半導体の微細加工技術、こういったものを利用して、この微細微小化を進めていこうということで、これはアチャラ先生というアイロストの卓越教授との共同研究ということに、の成果ということになります。で、より詳細な情報はウェブページがありますので、こちらの方をちょっとご覧いただければと思います。それでは、ここはですね、今日はこのレジリエンスの強化に関するところについての、発表ということで、これから進めさせていただければと思います。どうもご清聴ありがとうございました。